最近見かけるね。そう、実は日本食ブームの影響で5年前に日本の鰹節工場がフランスにも進出。やっぱ和食は人気だね。鰹節で出汁を取ったソースを使うフランス料理店もあり、鰹節の魅力が今フランスに広まりつつあるのだという。カツオも忙しくなるよ俺。ということでフランスではカツオの香り漂う麺つゆが大好評でした。いやーよかった。続いてはフランスのお隣、ねえ、イタリア。フランスには負けず劣らず美味しいものがたくさんある食の大国イタリア。パスタという世界的にも有名な麺料理を持つイタリアだが、日本の麺料理の一つ、そうめんを食べたらどんな反応をするのか。こんにちは。日本食食べてみませんか？いいわよ。ぜひ食べてみたいわ。フランスで大好評だったそうめん、イタリアではどうなる？